まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。最初の話題はこちら。9月18日荒川エコセンターで行われた荒川エコジュニアクラブの模様をお伝えします。荒川エコジュニアクラブは小学校高学年を対象に子どもたちに地球環境について学んでもらおうと年間を通じてプログラムを実施するものです。今回は昆虫を観察してデッサンする講座が行われました。講師は昆虫に関する児童書などを手掛けているイラストレーターの石森義彦さんです。この日はまず荒川エコセンターの庭で昆虫採集をしました。葉っぱの陰に隠れているイモムシやバッタ、蝶などを虫かごに入れました。続いて行われたデッサンでは石森さんからよく見ることが大切だと伝えられました。子どもたちは虫を手で持ちながら描いてみたり虫眼鏡でよく観察してみたりと熱心に取り組んでいました。少量バッタを描きました。どっから足が生えてるのかなとか見るのが難しかったです。セスジスズメっていうスズメガの幼虫の絵を描きました。虫の絵っていうのはちょっと家とかで何回か描いたことあるんですけど、今日はスズメガの幼虫とか珍しい虫の絵を描けていいと思いました。次回の講座は11月にクリスマスリース作りが行われる予定です。続いてはこちら。9月20日に南千住警察署で行われた交通安全標語優秀作品感謝状贈呈の模様をお伝えします。9月21日から30日は秋の全国交通安全運動です。南千住警察署では交通安全を呼びかけた横断幕を鉄道と交わる骨通りのアンダーパスに掲げました。この横断幕に掲載された標語を作成したのが第三随行小学校5年の田上春人さんです。この町は優しい町だ、事故ゼロだ、事故を少なくするために作りました。南千住警察署では毎年七夕の季節に交通安全標語の短冊を募集し署内に飾る七夕飾りに結んでいます。今年は105点の短冊の中から田上さんの標語が優秀作品に選ばれました。感謝状は南千住警察署の新井署長と南千住交通安全協会の湯田会長からピーポくん人形とともに田上さんへ贈られました。この町は優しい町だ、事故ゼロだ、一人一人が交通安全を心がけ事故のない優しい町にしていきたいですね。続いてはこちら。9月20日に荒川老人福祉センターで開かれた敬老の日はつらつイベント浪曲を楽しむ会の模様をお伝えします。荒川老人福祉センターでは年間を通して季節に合わせたイベントや講座などを開催しています。この日は施設の利用者や地域の方々に浪曲を楽しんでもらおうとアマチュア浪曲師グループによる浪曲を楽しむ会が開かれました。出演したのは福祉施設や老人ホームなどでボランティア活動を行っている浪曲愛生会の皆さんです。
これを人によっては一人オペラだ、一人ミュージカル、歌う場面もあれば語る場面もある、セリフもある、笑わせるところもある、泣かせるところもある、そういうものはミックスして一人一人によって様々な節を使ってですね、楽しませるっていうところが融通無碍でですね、これが浪曲の魅力だなと思っております。会場では感染対策を厳重に行った上、一人でも多くの方に楽しんでもらおうと、施設内に併設するデイサービスの利用者にもリモートで配信。鑑賞した皆さんは本格的な浪曲を堪能していました。この日は敬老の日、来場した皆さんは素敵な時間を過ごしていました。続いてはこちら、9月24日荒川エコセンターで行われたエコ生活実践講座の模様をお伝えします。荒川エコセンターを拠点に活動する NPO 法人エコ生活広め隊は、毎月さまざまなテーマでエコな暮らしに役立つ実践講座を開催しています。この日の講座は和布で匂い袋です。はい、今日は着物の端切れを作った匂い袋の、そのこの外側の袋のところを作成していきます。だから何でも簡単に手に入る時代に、昔の着物を作ってリメイクをするという、またそのリメイクをする楽しさ、こんなものも作れるんだよっていうことと、手縫いで一つ一つ作っていく過程っていうのをまた楽しんでいただきたいと思います。2種類の着物の生地を使って袋を作ります。お香は白檀を中心に数種類をブレンドしたものです。お香を入れた中袋と一緒に綿を入れて丸みをつけます。綿は荒川エコセンターの畑で収穫されたものです。最後に紐で口を閉じたら完成です。楽しかったです。バッグに入れて女の身だしなみで入れときます。毎月21日に発行される荒川区報には、翌月に開催されるエコ生活実践講座が掲載されています。ぜひチェックしてみてください。今週は4つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。